ここ3試合後半開始がえぐいね。マフレズ自分で決めちゃっていいのよ。マフレズ優しいわ。草。完全にプレミアの王や。ウルブスさん、ハーランドの調整用チーム。シーズン序盤の覚醒モード突入。またハットトリックしたよこの人。最近、マフレズ調子良くて嬉しい。こいついつもハットトリックしてんな。マフレズ自分でいけたやろ。サンキューマフレズおじさん。マフレズも点取ってて、調子いいもんな、最近。40ゴール狙えるな。ウルブス降格だけはやめや。また、ハーランドがハットトリックしてしまったのか。シティは20試合目か。ガチで夢の40ゴールあるな。18試合アーセナル、勝ち点47。20試合シティ、勝ち点45。さすがに、アーセナル優勝やろこれは。いいぞハーランド。替え相手の荒稼ぎは、メッシもクリロナもやってたからな。ハーランドエグすぎや。ハーランドもシティで点決めてるだけじゃ、全然評価できないよ。チェルシーの9番背負って点取れることを証明しなきゃ、ただの平凡なストライカー。結局ゼロトップよりもターゲットマンいた方が強い。